そうですけど、はい、あの高子の場合体硬いですからね、あの程度曲がったもんでも苦しいですよ、体の硬さっていうのも何か大変みたいですよね。そうですね、高さや長さね、はい、はい、さあ今度は弓矢の体勢に入りましたのが豊田真奈美であります。これなんかでもあの体が硬い人が攻められてやる相当効くんでしょうね。苦しいみたいですね、逆に井上貴子はトヨタにしたんではね、そんなにあのダメージはないかもわかりませんけども、井上貴子苦しさ、相当曲げないとね、体のやらかしに効かないですからね、本当ですよね、はい、さあ静かなグランド戦が展開されております。さあ今度はトヨタどういくか、まだ相変わらず長い髪の毛を掴んでいる、そしてフレンドスターの体勢に入っている、さあそしてこのまま抑え込んでいます、ホールの体勢だ、カウントが2つ入りました、レフリーがボブ矢沢であります。あるいはトヨタに、そしてあるいは井上貴子に声援が飛び交っている愛知県体育館。さあ今度はあーっとその落としたリリー、これはしたたかに打ちました。井上貴子っていうのも迫力のある攻撃技が出るようになりましたですね、そしてこれがまた井上ね、顔面を下で蹴ってるようでしてね、前まで頭だったんですけど、はいはいはい、顔面に変わりました、ね、井上貴子らしいですね。確かにあの男性ファンも数多くっている井上貴子でありますが、なかなかあの思い切った大胆な技、ある意味では残酷な技を披露しております。でもあれぐらい思い切りがいい方がいいですよね、本当に格闘技ですからね、格闘技ですもんね、はい、確かにそれがあります。またああいった技が出るようになって井上貴子っていうのはあの色が出てきたというかね、小川部長が言ってるようにね、はい、やはり個性が出てこなくちゃ面白くありませんもんね、面白くないですもんね、はい、さあまたグラウンドに入りました。やはり必要さみたいなのを井上貴子のあの技っていいますか攻めには感じますよね。そうですね、自分の得意としているものを前面に出していけばいいんですよ、はいはい、本当にね、あの今日この前の試合で戦って、まあ、あのアジャコングの裏剣一発に山田敏夫なんかもこういったあの井上貴子が持っている必要さですか、執念みたいなものをもう少し持ってくるとまたレスリングが変わってくるんじゃありませんかね。そうですね、合わし方がね、はい、ちょっとあの押されてますね、山田の場合は ね、いや本当にあの小川さんね、はい、今日井上貴子がもしこれ豊田真奈美に勝つようなことがありますと一挙に三冠王ですよ、頂点に上り詰めますよ。そうですね、頂点というかそうですね、でも、うん、でも本人のこのしつこい攻撃っていうんですか、はい、いいですよね、いいですね、またあの攻めている気持ちみたいなんがね、あのこれでもかこれでもかといきますからファンにも伝わってきますしね、一つ一つを大切にね、はい、あのやってるなっていう感じがしますね、まあ、しかしこの人はあの新人時代あるいは女子プロレスラーになる前に例えばあの田んぼ口なんか自転車で行ってて何度あの田んぼの中に転がり落ちたか分かんないと自分は本当の不器用で自転車にもろくに乗れなかったってことをよく話してますけどもね、いや新人時代はそうだったんでしょ、ね、あの貧血すぐ起こしてね、そう青多くなってよく練習途中でもうそこで寝てなさいなんてやってましたけどね、今や大きく変貌をいたしました井上貴子、そして執念の攻め、ファンが湧いています。豊田真奈美ちょっと分が悪くなりました。今日は大きなチャンスを迎えている井上貴子であります。ああ豊田真奈美にやや元気がありません。今日の豊田真奈美を小川さんはどう見ますか。豊田ですか、ええトヨタはやっぱり一発逆転狙ってると思うんですよ、どこかで攻められながら、はい、なるほど、ただもうスタミナが無尽蔵ですからね、はいはい、やっぱりそういう意味では今じっとそのチャンス狙ってるんじゃないですか。なるほどね、うん、今スタミナ無尽蔵っていうね話が出ましたが、トヨタってそういう風に見えませんがね、そう、まあでも新人の時からそんな感じでしたからね。そうでしたか、はい、体の柔らかさとかね、選手とかこういったものも抜群なんですけども、うん、細い体にやはり無尽蔵のスタミナを持っている、この辺りがトヨタメノの強い秘密かも分かりません。さあ後ろに落とします、気合一発という感じ、井上貴子カウントは 2.5、 これです、このブリッジ、これだけ立ってお客さんから拍手が来ます。体の柔らかさ、これが大きな武器になっているトヨタマナミであります。さあ今度はどうするか、
キーパーの体勢に持っていきます。強引な攻め、井上貴子、まあ、あの感情とか気持ちむき出しの攻めですね。そして不敵な笑みを漏らしております。井上貴子です。さーっと髪の毛を持ってキック、なんとか不利な体勢を挽回しようという豊玉の身であります。あー、キックのお返し、顔面に、すごいですね。異彩構わず顔面にキックのお返し、井上貴子。さあ、強烈な一戦になりました。今日の全女流リーダースシングル3大決戦、そのトリを取っているのが豊玉並みでありますが、今日はちょっとここまで分が悪い。小川広報担当は秘書官に今反撃の回を狙っている、そう解説しておりますが、何か一方的という感じになりました。井上貴子であります。まだほとんどいいところを見せておりません。あ、また場外にね、蹴り出したような感じであります。さあ、場外ちょうど放送席の向こう側に押しています。髪の毛を掴んで、おっと、今度はエプロンに手をつけました。もう一発、もう一発いきます。完全に今日はここまで、やはりあの気持ちの上では勝っていることは今日と思うんですね、井上貴子の方が、勝ってやろう、チャンスがあれば勝ってやろうという、ね、気持ちそうでしょ、まあ、今日もあの控え室のみんな、今日は井上が勝ったら三冠だよなんて言ってたんですけど、いや、まさかそれは許さないんだろうという声が圧倒的だったんですけども、井上貴子、大きなチャンスに今日は燃えに燃えております。さあ、しかし豊玉並み、ようやく反撃に転ずるか、どうしようというんでしょうか。エプロンに今出しました。ロープを使おうというんですね、ロープを使う攻撃を見せようというんでしょうか。さあ、今度は強烈、後頭部にキックを入れます。そして膝を落としました。ちょっとラッパイトを見せようと思います豊玉並み。そうでしょうね、やっぱりあれだけやられたんじゃね、綺麗な技で返すよりもやはりラッパイトで返すのがいいんでしょう。こういう場面は目には目をですよ、ね、そうそう、目には目、歯には歯、強烈なキックで返しました豊玉並み。そして今ランボートに上がっている、歯にアピールして、さあどうするか、両足を揃えたミサイル、ミサイルキックが出ました。そして今度は反対側、さあ、ニュートラルコーナーからまだ顔面にキック、両足を揃えました。強烈なキックに圧、カウント2であります。なんとか執念で反撃に転じました豊玉並み。場内が沸いてまいりました。さすが豊玉並み。さあ、そして今度はトップロープか、ほとんどリングで違うという感じであります。このまま飛んでいった、しかしうまくかわした、冷静に見てました井上貴子、冷静に見て相手の攻撃をかわしました。たまらず豊玉並み、あっという間場外であります。場外に転落、さあ場外戦になるか、あー、体勢は一点だ。今度は井上貴子、鉄柵に、さあ顔面が好調している感じ。お、放送席に来るか、このまま、おっと場外でどうするか、あっと豊玉並み、今度は体勢が逆転であります。このままファイブドライバーの体勢に入っている。さあどうするか、場外でファイブドライバーだ、これは驚きました。私のもう目の前であります。やりますね、鈍い音を立てました。トヨタ大丈夫か、トヨタ大丈夫か、ボブ矢沢が心配そうであります。なんということでしょうか、本当に井上貴子恐るべし、ハイドドライバー直角に決まりました。何か今日は豊玉並み反撃ももう一瞬という感じであります。終始井上貴子構成であります。さあ、豊玉が見せました、天使で回転に指が止め、反撃に転じました。何もトヨタらしいあの華麗な技で反撃ですね、さあしかし踏み込んでいったランドオフ、さあこれはどうか、あ、蹴落としておいて、今度はトヨタ行くわ、一気にいった、背中に両足を揃えました。強烈なミサイル、背中に炸裂いたしました。左足を固めておいてカウント、これは危なかった、井上貴子であります。やはり反撃の機会を狙っておりましたトヨタ並み。さあ見事な反撃の豊玉並み、技が出るかどうかであります。そして
さあインスタントプレスに行くか、これはちょっと早かった。相手を見ています、井上貴子、バックを取った、バックを取った。さあ大野スペシャルの体勢、これはかわした、お互いによく知っている。そして今度はそのまま抑え込みの体勢に入る。しかしこれもカウント2であります。さあ今度は井上貴子、トップロープに上がります、トップロープに上がります。豊田真奈美ちょっと危ない、ファンがざわめいています。さあ今度は豊田真奈美が行った、どうするか、あっとこれはどうしたんでしょうか、あっという間、危なかった、井上貴子、あっとこれもカウント2であります。今どうしたんですかね、もろ首から直角に起こってるんですよね、カットしましたね。そうですね、怖いですよね、思わず目をつぶるような怖いシーンが展開されました。愛知県体育館であります。